今ね、スプリングス日吉さんでね、ランチ、ちょっとね、遅めのランチですけど、いただいてきました。ひし肉のね、ボタン塩焼きっていうのをね、いただきました、ね、ちょっとこっち行ってみますかね。あっさりしてて美味しかったです。油がね、なんかあっさりした油でね、まあ、ボタンまではね食べたことあるんですけど、塩焼きでねイノシシの肉を食べるのは初めてだったんでね。もう意外に美味しいもんですね。美山の方へ行った時もね、あ、警察がいる。美山の方へ行った時もね、鹿肉をね、ジビエ料理をね、いただいてたんですけど、すごく美味しいですよね、ああいう提供したらいいのよね、鹿肉とか獅子肉もね。今増えすぎてね、鹿なんかほんと増えすぎちゃって問題になってますから、捕まえてね、安く提供してくれたら料理でね美味しくいただけるんじゃないでしょうかね。警察が後ついてくるのは嫌だ。ついてきちゃって困ったもんですね。
この林道は何だろうな。紅葉峠行く道かな。多分こっから、こっから来たかな、こっから来たじゃないかな。多分この先通行止めだ。雪がね、ちょっと舞ってきましたね。雪が舞う天気になりました。ここまでは来れるんだ。こっから先がダメなんですね。から先はね、崩落ポイントで通り抜けができない道ですね。さっきね、警察の車がね、向こう行ったんでね、まあまたどこでね、待ち構えてるかわかんないですけど、通行止め、車両、こっちも通行止めなのか。うん、こっち通行止めやな、来たから。こちら側からは
けられないんだね、あっち。だいぶ北回りでね、峠道を抜ければ多分あの京北町の方へ抜けれると思うんですけど、いろいろね崩落したり倒木だったりね、道が塞がれたままになってますから、葉っぱがね、大きい葉っぱがなんか岩なのか葉っぱなのかね、岩が転がってる時ありますから、あ、またおまわりさん、またおまわりさんやって、おまわりさん待機してるよ。これ、どこ行った、いなかったね、おまわりさんどこ行った、これ一回下降りてってみようかな、そこで通行止めな、ここで終わりか、吉田もね、ちょっと写真だけ撮っとこう、隠れるように警察の人がいますけど、ねえ、何を待ってるんでしょうね。スピード違反で来る人間をね待ち構えてるんでしょうかね。こっち行くとどうなるの？
りにね、細い道がいくつかありますね。次はあれですかね、丹後で来てね、ちょっと周りの道ね、散策してもいいですね。おまわりさんがいたポイントですね。ここの今軽自動車出てきたね。あ、こっちか、こっちかな。なんかこの辺にいましたね、さっき。たいと思います。皆さんね、登録の方もよかったらお願いします。それでは失礼します。